愛媛のスゴ技、愛媛's Amazing Techniques。沿岸部でのハマチやマダイの養殖が盛んな宇和海に本社と工場が面する有限会社松下海産。自然の中で養殖された美味しい魚を海から直接工場へ運び、加工して首都圏を中心に提供しています。松下海産は不足しがちなカルシウムを手軽に摂取できる魚のすり身ペーストを開発しました。コッタタイペースト、コッタブリペーストと呼ばれるコッタシリーズの商品群です。コッタシリーズは愛媛県産業技術研究所の技術研究により開発、硬くて加工の難しかった骨を高温高圧処理することで成分を壊さずペーストに仕上げます。ペーストの材料は宇和海で養殖水揚げされるタイやブリ。まずタイやブリを機械や手作業で丁寧に三枚におろします。この段階での下処理をきちんとすることにより魚の臭みが少なくなります。次に120から130度の高温で30分間蒸します。蒸すのは平成27年に完成したオリジナルの横型スチーマー。一つの棚に2キロほどの魚が乗り、一度に20キロほどの魚を蒸せます。高温で蒸すため余分な魚の脂が落ちます。機械の洗浄もその都度自動で行われ衛生的です。最近ではタイペーストを練り込み味が良くなったじゃこ天とじゃこカツも登場しました。原材料は宇和海産の魚介のみを使用し、化学調味料は使用せず、製法にもこだわって安全で安心な商品を提供しています。有限会社松下海産は宇和海で育った魚介を誰でも手軽に味わえる安心安全な加工食品を作り続けます。